MST-RMX-M の最新情報を公開。現在開発中である RMX-M の情報と写真が公開されました。当初2023年4月に発売が予定されていましたが、2023年7月へ変更となっています。組み立てキットと RTR の2タイプの発売が予定されています。先日発売になった RMX2.5 用オプション 60T ギアデフは、RMX-M にも装着可能であり、標準装備となっています。RTR は、ボディ、プロポセット、ブラシレス ESC、ブラシレスモーター、デジタルサーボ、ジャイロが付属していますので、すぐに走行可能です。ホイールベースは、225-233mm と、239-245mm から選択可能。車幅164mm プラス3オフセットホイール装着時調整可能となっています。専用ボディもロードスター MX5 とポルシェ RS73 の2車種がラインナップされています。それではまた次回お会いしましょう。